割と質問箱からこういう質問も来ました。この時期に就活ほぼ何もやっていないってやばいですかね。軽く自己分析したくらいですっていう質問ですね。まあ、やばいかどうかは、まあ、この先どういう結果が出るかとかによっても、よってあなた自身が評価することじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、あのー、なんだろう。世間一般と比べてどうかって っていいううこととを常に考える必要はないと思うんですよ周りがこうだから自分もこうしなければならないみたいなことは常に当てはまらないと思うけれど、まあ、いわゆる就活っていうことの、まあ、サイクルというか年間スケジュール的なことで言えばこの4月から4年生になる人だとするとまあちょっと遅れてるというか出遅れたかもしれないよねただそれは、まあ、なていうか出遅れた出遅れたとしてもこの先 まあスピードを上げてやっていけばまあ追いつけるんじゃないかというふうには思います。まあだから軽く自己分析したっていうふうに書いてますけども、逆に自己分析さえしてない人っていると思うんですよね。 だからまあ、そういう意味では、あなたがリードしてる人もいると思います。あなたよりも、まあ、言い方悪いけど、後ろにいるっていう人、もっと出遅れてる人っていうのがいるんじゃないかと思うんですよ。で、今年はね、2020年度は、やっぱこのコロナ禍のせいで、まあ、あの、同級生とか、まあ、 サークルの人とかね、えー、会えなかったりしてるわけですよね。会えないことが多くて、でそうなってくると、周りでこう、みんなこの就活で今こういうことしてるんだとか、自分は会社訪問行ったんだとかさ、えー、OBOGID 行ったんだとかね、そういった話が、普段に比べると出にくいんじゃないかと思うんですよ。いろんな意味で今年は情報収集が難しい年だったと思うんですよね。だからそういう意味ではこう、なんていうか、就活出遅れてしまってる人が、 普段よりも多いいいんんじゃないかなななかっていうなんとなくの予想ね何の客観的な根拠もないですけど、なんとなく予想しています。ただ、えーとまあ、うちの大学でいうと、キャリアセンターっていう部署が、いつもの年以上に、そういう就活をしているね学生、在学生の支援をやってくれてると思うんですよね。あのー、動画でね、いろんなことを配信たりしたりもしてますしね。 なので、あの、まあ、とりあえず、えー、まあ、業界分析とかいろんなことあるとは思いますけれども、自分でできることをやりつつも、まあ、キャリアセンターに、まあ、問い合わせてみるとか、キャリアセンターが発信してる情報をキャッチするっていうね、ポルタ2とかね、えー、など、いろんなことをやってますんで、そういうところで情報を集めてね、えー、早く、こう、なんていうか、うん、他の人に追いつくれるというかな、 ままあ,あのようにななるとといいかなと思いか思すちょっとまあだから今こういう質問してきてるってことは本人の中にもちょっとやばいんじゃないのっていう意識があるんじゃないかと思うけれどねまあええー、前を向いてねえー、過ごしてほしいと思いますまあ就活に限らずねこうなんていうかただただだら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 過ごしてるだけの日々っていうのはね後で後悔しても取り戻せないじゃないその時間っていうのは だからまあちょっと意識を変えて今日はこういうことをした今日,を今日はこういうことをした明日はこういうことをしようみたいなまあ大,大まかでいいと思うんだけどね何か目標を立ててそれぞれの日それぞれの時間の使い方についてねちょっと意識してみるといいかもしれないですねまあえっ、ー、と前を向いて、えー、進んでくださいほんじゃまた